細川通る、細川通る、細川道忠は、戦国時代の武将、意名は道重、道頼りとも、細川春国の子、細川安家七代当主。父、晴国は一時期官僚、細川高国及び、諸国の後継者と目されていたが、通りるは叔父である、照政、通政の勇士となり、戦国時代に在地領主としての自立を目指した。 ところが、晴れ国の経歴を研究していた、馬部べたは通り、カオルの子孫である、調布細川家が持つ、調布細川系図に関して添付されている、古文書の多くは神聖であるものの、系図自体は古文書の内容に合わせようと、擦り合わせようとしたものだと評価し、特に、細川照正、通政については創作された、架空の人物であると結論付けた。また、 通りかおるについてもやしうけと呼ばれた家が、晴れ国の父である、細川正春が、微中死後に任じられた後は、正春のカン名、安亡氏から、暴衆屋と呼ばれるようになっていた。したがって、創生した晴れ国も、安亡神は名乗っていないものの、世間からは、暴衆家当主として扱われていたのにもかかわらず、その後継者であるはずの通りかおるがカン名を、下野守と称して、加盟を、 野し家にしてしまっていることを指摘し、通りカオルが、細川春国の後継者として立てられたのは事実で、あるが、晴れ国の子ではなく、暴流からの継承であったと推測している。通り、カオルとその子孫である、長布細川家が、野し家の直系としての正当性を強調するために、テルマサ・通政という晴れ国と、通り、カオルの間を埋める存在を創作したものの、野し家が、 冒昇家に加盟が改まっていた事実を確認できず、あるいは無視したために、経図と添付の古文書の内容が示す事実関係と合致しなくなってしまったとしている。なお、通り香るが、晴れ国の後継者であることを示す文書としては、調布細川文書に所集された、某年7月13日付の細川氏綱から、通り香るに当てられた書状があるが、 細川氏綱が氏綱と称し始めるのは天文12年1543年8月であるため天文5年1536年の晴れ国の死の直後ではなく時間を経過してから出された文書であり同文書自体が安房主伝家徳の継承を認めたと記して晴れ国通称八郎本人を意味する晴れ国殿家徳、八郎殿家徳と表記しなかったのは 高国没後の後継争いで、ハレ国とは微妙な関係にあったウジツナが、通り、カオルを、傍州家の後継者としては認めたものの、後日になって、通り、カオルが、高国ハレ国通り、カオルという慶長や相続の正当性を主張するのを、阻止したい思惑があったと見られている。室町時代初期から、備中国は、細川氏による支配の強化が図られていた。 南北朝時代に細川氏は本願の三河国から来ない、四国にその勢力圏を広げており、さらに中国への拠点として、貧乏国、備中への影響を深めていた。当初は細川頼り頼元ら、細川思想家にあたる、慶長屋による影響力の浸透を図っている。備中の国人となっていた、少子とは特に連携を強め、 やがて少子一門は慶長家内衆として、細川氏の権力基盤を支えるようになる。室町期の死後は、支配力強化の手段として、国画の実行支配を推し進めることがあったが、慶長やも、備中の以前広大な国画に介入し、これを支配下に収めていった。後に、備中死後には、細川頼行の末帝、満氏を外する細川氏の一族が認じられ、大衆により、 備中守護家と称されるようになった。ただ、慶長屋の支配体制は維持されたままであったようで、守護家は守護権に基づいて、残された省縁に、あるいは直轄領などに、経済基盤を置かざるを得なかったようである。また、大永十四年、1407年に、細川三国、八州家が、鴨山城を領有しており、これは、備中国浅口軍の経営拠点となっていたと思われる。 鎌倉時代には、このようにやや多元的な支配構造は、一般的であったとは思われるが、備中では一門の利害が複雑に交差する場合も、あり、室町時代の守護下による一円的な支配基盤として、脆弱であった。さらに、戦国時代への移行期には、後継問題も加わり、その守護両国政は大きく揺らぐことになる。すなわち、応仁。 文明の乱の影響が全国に及んだ守護、細川勝久の時代、備中でも国内を2分する平乱が起きた。遠徳三年、1491年10月、慶長家内州であった、小本助は、貧乏州、松田、関税によりきを頼むと、守護法の蔵、壁の蔵、旧、内の蔵に打ち入り、守護の老頭、悲観、五百余人を打ち取った。ここに、 備中王合戦と呼ばれる戦乱が始まったのである。影、鈴剣日録。これに先立つ、文明十二年、1480年3月、元助は慶長家内州安富元からと共に、丹波に発行、一宮宮内大助を盗滅し、細川正元を救出している。後に、両者は、正元の感情をめぐり対立し、さらに遠徳2年6月に、 備中壁号の大官職をめぐって、安富新米城、元家と争ったとの記録もる。安富氏は備中国画の形状や大官職と判断できる。両者の間には度重なる因縁が生じており、さらに在地の守護悲観とも確執が生じていたことも想像される状況では、死後の送電量を存在する地域、小、元助の行動は本格的な反乱を意図するものではなく、 鬱憤晴らしに近いものであった可能性も推測される。在京していた勝久は、翌年の明王元年、1492年に、軍勢を引き連れて、備中に入国し、小元助らと合戦に及び、これを打ち破った。勝久は、元助らを、一旦は国外へ追い出したが、少子一門や彼らに組みする、者たち、秋、岩見の国人衆。 毛利高原光源らの名もあるは穴取りがたく和睦を結んでいる。そして、勝久は国内の陳部に勤めていたようだが、明王2年1493年頃に死去したようである。勝久は後継に、淡わ五家から細川茂行の自死であるの価値を迎えていたが、これ価値は、長京2年1488年の実刑、正行の死去により淡わ五家の家督を継ぎ、 遠徳三年六月には、将軍足利義材より一時を与えられて吉春と称している。守護下の後継には、細川春光盛、人命不詳が押されたようであるが、将元助は再び先陣を開き、備中の混乱は続いた。その元助は、文紀二年、1五百二年七月頃に死去したらしく、文紀三年、1五百三年頃までには、吉春の子の持ちが、 備中守護に任じられて、混乱は、収束に向かったようだが、英正九年、1512年に、これ持ちは死去している。ところが、近年の研究によって、英正五年、1508年頃より、細川安家文家の細川国豊、細川春友の上司が、守護として活動し始めていること判明した。しかし、国豊は、間もなく、没死、その後を継いだ。 黒子老婆も、永生12年、1515 15年十9歳の若さで自害をしたため、野う家の細川正春が、備中死後となっている。同じ備中国に、これ持ちと、国豊の二人の死後が存在した背景には、細川正元の死後に発生した後継者争い、永生の錯乱が原因であったと見られている。争いの当事者であった、細川澄元は、これ持ちの弟、 もう一方の当事者である、細川高国は、国豊のいとこで正春の実の息子でもあった。住本と高国の争いの最中である英翔四年、1507年に、前将軍、足利義種、義財をいただき大内義雄が、中国、九州勢を率いて、上落を開始すると、やがて、細川高国はこれに交応し、英翔五年、1508年春に共に入京した。 これにより、将軍、足利義澄は追放され、吉種が将軍に復職、高国は慶長や家徳に就任し、そして、吉沖は官僚代として、幕政を執行した。この結果として、墨本派で、阿波守護を継承していたこれ持ちの影響力は低下し、高国の意向でこれ持ちに代わる地派の備中守護として、国豊が任命されたと考えられている。 二人の死後が並立した結果、守護家が、備中の戦国大名へと変貌することはなかった。そして、正晴の没後、備中守護の任命への記録はなく、これをもって、備中守護家は事実上断絶した。以後、備中では、中性的権威は大いに衰え、有力黒人勢力が対等してするようになり、備中は守護代であった、昭子、石川氏、 また、少子との連携を深めていた三村氏、さらに、秋葉氏、新見氏、丹治部氏、上野氏、津山氏、中島氏、姫石などの備中三十六氏と称された、諸勢力が国人としてそれぞれ拡挙する状況であった。これを助長したのは、慶長屋のみならず、大内氏、さらには羽を競う甘虫らの介入が続いたことによる。天文2年になると、猿がの氏は、 出雲の天子氏と結び、備中松山城、以後このページでは、松山城と表記の上の寄り氏を打ち破りその、拠点とし、諸子と隕石を結ぶと、備中では抜きんでた存在となる。天文5年、1536年には、天子春久が、本格的に備中に侵入し、国人衆を支配下に収め始めた。やがて圧迫に耐えられなくなった、細川通政。 細川春国の勇士は、浅口の地から同じく、矢州家が所領としていた伊予馬軍へ逃れた。その頃通り薫は、伊予の川の江城にあったが、やがておじ通世、照政の名跡を継承し、丘陵である備中、浅口の回復を目指した。いささか簡単な記述であるが、実際のところ矢州家の同棲については、備中氏と同様に詳細は不明である。そもそも、 馬部高広の説のように、通世、テルマサが、後世の創作による、架空の人物すれば一層不明となる。ただ天文年間に、細川氏綱と書状のやり取りを行ったことや、備中沿岸で起きた合戦に対し、浅口州に感情を出すなどの記録は散見される。通り、カオルの時代には、大内氏に代わり、中国地方の覇者となった毛利氏の影響が備中にも、 及んでおり、毛利氏の天腰に対する戦略に基づく形で、その講演を受けたのである。天文七年、1538年に、天腰はほぼ、備中を平定したが、天文十年、1541年に、吉田軍山城を攻めきれず、兵を引いてしまうとその意向にも陰りが見え始めた。すると、微中では、昭子の一族である田、田とも実金が、 三村氏と争いを起こした。三村家近は毛利元成に助けをこい、これが毛利氏の備中侵入のきっかけとなった。毛利氏は貧乏平定を図り、天文18年1549年には、神戸城を支配下に置いた。同二22年1551年に毛利元成、龍玄は茨に陣を制、吉川元春が出陣し、 三村家地下を先陣に去るが仮城を攻めたが、ほ、伊田実金は、勇敢にも城から打ち出すと、家地下を追い立て毛利勢に打撃を与えた。その上で、少氏は毛利氏に講和を申し入れ、家地下の小元優を小試しの養子とすることで、少三村両氏の和睦が成立したのである。この結果、微中の大半は毛利氏の幕下に入ることになり、いよいよ、天腰の勢力は、 限定的なものとなった。さらにこの頃備前の浦上宗影、浮北氏も天虎氏に従う兄の正宗と多元を化、対立勢力として毛利氏の庇護を受けるようになっている。合算と打上にこもる天虎氏が毛利氏に降伏したのは永六九年、1566年のことである。さて通り香るは永六二年、1559年、海を渡り、 アサ郡大島、大島合西部、現在の笠岡市大島中アサクチ市寄島町の青助山次郎を集築し友情した。当時この辺りは、大内市の築いた水軍取り出の後を、毛利氏に従う村上氏が支配していたものと思われる。通河樹は、細川家旧進たち、赤沢、大内、安倍、秋田、川田、藤沢、今木、大島修羅に迎えられると、 山独に館を設け、周りに家臣を配置した。また城の鬼門の守りには、八幡宮、大浦神社を、千座勘定をせしめ、伝統文化や、産業の振興に力を入れた施策を行ったようで、ある。ただ、周囲の大半は、同盟相手であり、この頃は、文字通り各省の扱いであったと思われる。毛利氏が通り、薫を援助した理由の一つに、通り薫が、 細川春国の子であり、慶長屋の細川高国、に、四季国とは、血縁上近いことがあるとの説がある。つまり通りカオルは慶長屋を継承し、官僚を伺える人物であったため、もう年としては、中央政権対策上重要な存在であった、こと刺さ,される。通り、カオルを官僚にいただき、寺本が官僚代として、政権を握る構想もあったと伝わる。また通り、 カオルとしても、戦国の世に、独力では、川のへの維持は、不可能であるとの判断も働いた可能もあり、地続きの後援者を望める備中を目指したのでは、ないかとも思われる。近隣である備中守護家の所領であった、新居軍は、すでに守護大石川氏が実力者となっていた。さらには、三好氏や大西氏らの圧迫もあったのではないかと思われる。結果論だが、元気元年。 1570年頃には、馬軍などは同じく、毛利氏の同盟者となった河野氏に譲渡、平丼されてる。やがて次第に、昇子をしのぐ勢いとなった三村氏と、浮田直家、浦上氏との対立が深まり、A66 年、1563年頃に、戦が始まると、微前との退治が懸案となったようである。毛利元成は、一族の兼重氏に対し、 浮キタ氏の攻撃にさらされる、連島を支援するために、野島村上市の動員を命じている。元成の言う、連島とは通り、カオルを指しており、守備方面を重ねることでこう呼んだのであろうか。当時浅口郡の東端の村地島、津良島付近は、文字通り島であり、それを考慮し地図を眺めると、同じく富士戸が本州との海峡であった、小島、また小豆島、あるいは四国へは、 カイロでは総じてリンチの感覚であるのもうなずける。A67 年、1564年には、浮ッキ勢との備前流の口上合戦に従軍している。A69 年、1566年、大島郷中部の六条院、現在の浅口市南部に竜王山城を創築し、青助山城より移って、本城とした。山陸の円寿院。 九寺席近くには通り等が寄進したという、円樹院石像大砲等一揆が残されている。微中からの圧迫を受ける立場であった浮田氏には、兄弟となった三村氏は、疎ましい存在であった。浮田直江が三村家近を除いた手段は鉄砲による暗殺であり、このことは、漁師の間に遺恨として続いた。禄十一年、1568年、微中の軍勢が、 毛利氏の九州侵攻に参加していた隙をつき、浮ッキの家が備中に侵攻した。中国平乱記によると、松山城の将、高助やサ田城、スケイダ城の植木秀長、昭子一門らは、本領安堵を条件に降伏し、浮ッ氏の幕下となった。また、天越の維持に山中康生は、織田信長の講演を受けると、後期、出雲の毛利属族城を攻め落とし、ついに、 合ス山戸田城を囲んだ。さらには、大友氏に支援された大内氏最高軍が、須尾へ上陸し山口攻撃を開始するに至り、毛利氏は、敗北の敵に苦しむことになった。この状況を打開するために、元成はまず、大友氏との講和を図り、九州から兵を引き上げると、毛利元清、小田元清を備中へ向かわせた。元清は、江原の伊勢氏を従え、 織田氏を起伏させ、浮田勢から猿がかり城を奪還した。こうして、後月、織田、浅口の備中南西部を回復した元清は、諸兵を従えて、植木秀長が立てこもる最田城を攻めたが、包囲戦となる内浮田直江の援軍と合戦となり、ほ、伊田実金は戦死、三村も土地下も深手を追い、元清は退却した。元気元年、1570年冬。 最高天腰のガスさんとダ城攻略は、失敗に終わるが、天腰と浮田氏は手を結び、再び、微中を席巻した。天腰気部、大賀春光森らと浮田勢は、浅口にも迫り、通り薫にも降伏を迫るが、通り薫は拒絶し杉山城に、これを迎え撃った。敵方心身、加賀守福井孫左衛門を撃ち取るも、噴戦虚しく敗れ去ったとある、陰徳太平記。 元気2年、1571年6月14日、毛利元成は死去する。毛利元清は、備中中部で反撃を開始し、松山城を落城させると、元気3年、1572年に、先行のあった、三村家地下の子元親を松山城主とした。備中の派遣は、完全に少子から、三村氏に移る一方、微中と備前の間では、 一進一退の構想を繰り返していた。やがて将軍、足利義明、織田信長の命令に応じ和睦し、束の間の平和を得る。天正2年、1574年、将軍義明は、織田信長との構想に敗れ、毛利氏を頼りビンともに座すと、信長討伐令を各地に放った。毛利氏と織田氏は対立し、備中をめぐる情勢にもまた変化が現れた。 浦上宗影は信長にその地位を保全されていたが、主家と対立を深めた。浮田直家は、毛利氏に講和を求めると宗影に反旗を翻した。信長は、浦上家中の内紛として、毛利氏に仲介を期待したようでもあるが、毛利氏は、積極的に、直家を支援した。この状況に、浮田氏に、遺根のある、三村元親は、小田氏の勧誘を受け、 結果的に同盟者の入れ替わりが生じた。直後に、毛利氏は中島大井之助から三村元地下無本の知らせを受けると、小早川高影を討伐軍の大将として、同年十一月十日笠岡城に出陣した。そして総大将、毛利輝元は織田二人をしき、ここに、備中平乱と称される毛利氏と三村氏の戦が始まった。毛利氏、 宇喜多氏は協力して三尊制の諸城を攻め、12月には、猿がかり城を包囲し落城させると、毛利氏に従っていた三村近重の案内で、国吉城を、天正三年、1575年1月1日に、落城させ、ついで各首城を攻め落とした。天正三年6月2日、ついに、三村元下は自陣し、備中に、長らく羽を唱えた三村氏は滅んだ。 そして、正宗の孫、浦上久松丸を擁立した、うっ直たは、勢いに乗じて、浦上宗影を、天神山次郎から針前へ放築し、事実上の下国城を行った。この後尾中国では、高橋川を境に東を、うっ領とし、西を、毛利領としたのである。この年、毛利元清は、保板元助、小、元助の養子となり、保板元清と名乗る。 天正三年1575年に細川通すみれは鴨山城に入った。通りすみれは城を大改修し備中守護を排出した細川家の勢力回復に努めたものの、すでに守護が国を支配した時代は過ぎ去り、立場は戦国大名毛利氏の確証でしかなかった。なお、永6六年1563年には毛利流元が備中守護に任じられているが、 その後は誰も任命を受けることはなかった。武将としての活躍は、毛利氏の信頼を得るには十分なもので、備中平乱では、毛利方として、国吉城ゼめに加わっている。なお、天正6年、1578年7月には、毛利勢は、光月城で、橋場秀吉、天子連合軍との決戦に及び、天子勝久、山中高生ら天子志残党を滅ぼした。 天正七年、1579年になると、毛利氏と小田氏の対立の最前線に位置するようになった、浮田直家は、毛利方と手を切り、橋場秀吉のもとに振った。以後、天正七年から九年にかけて、毛利勢は再三にわたって、浮田領に侵入し、備中押山合戦、備前八浜合戦、備前新川合戦、三坂寺畑城合戦など、各地で、 浮勢と激戦を展開した。そして、天正十年、1582年には、備中高松城の戦いに通りすみれも加わり、小田勢と対峙した。この直後に、本能寺の変が生じ、小田氏と交わした毛利氏は、秋、須尾、長門、岩見、出雲、沖、備後、備中半国、宝紀半国を領する中国の大使に、また、 豊臣政権下では後対老となった。通薫は、浅口を中心に六千国余り、神田家政の時代のはずだが、の治療を有するようになっており、永禄2年に、備中の地を踏んで、以来の給料回復に、一定の成果を上げたとも言える。天正15年、1587年、豊臣秀吉の九州征伐の際には、通り薫は、 小早川高景に従って出陣し先方をも、勤めるまでに至るが、帰国途中の赤間関で死没。去年五十三、通過オルの司祭、川本通、浅口元道は、老いた元清の娘を妻としており、元清の帰化で、朝鮮出兵に出陣し、軍港を収めた。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦い以後に、西軍の毛利氏が、 傍聴に過国に作法されると、元通りも、浅口を去りぎて、毛利秀元の元に身を寄せた。家臣たちは、備中に泊まる者、傍聴に下る者、ありと離散せざるを得なかった。元通りの子孫は調布毛利家の家老となり、やがて明治維新を迎えている。理解の補助として、以下に、細川氏の経図、実施関係を、主にした、抽出形式、 よりゆきこうの歴代の備中守護職、そして周辺概略図を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。